3連休の前日、東京は大雪。増上寺ですね、徳川家の増上寺。当初予報ではもう午前4時ぐらいから雪じゃないかって話もあったんですが、気温が今そこまで下がっておりませんので、東京都心警報級大雪かと。まあちょっと雪といえば雪だし、雨といえば雨だし、積もる感じでもないので、ちょっと分かりにくいけど、一応雪は雪ですね。ここは以前から秋田米の宣伝ですので、実際今回の能代市長選挙の候補者のコメントを見ていても、こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は2月の10日木曜日です。本来であれば2月は11日の金曜日に直前の情報で冒頭の絵を撮るんですが、今まだ東京におりまして、今日が約1週間経過の段階ですね。で、今日の夕方までで、ようやく今回の東京の仕事が終わりますので、明日の中心日は移動日なんです。で、午前中に東京を出発しまして、能代へ向かうという予定ですので、今日のうちにこの動画を撮っておこうと、こういう話になりました。で、現在ですね、ちょうど10日の午後2時前ぐらいなんですけど、ご承知の通り、雪が降るかどうかで、皆さん、ピリピリ、ハラハラしているという、そういう感じです。で、今回も、北新報がありませんので、前回同様、手元に今朝の日経新聞を持ってきました。で、日経新聞は、相変わらずこの投資情報が多いんですが、後ろの方に、東京のローカルの情報がありますんで、それを見まして、今日は日経新聞と東京ということの2回目になります。で、中で地方欄ですね、東京首都圏経済とか、東京首都圏の社会とかいう面に、ちょっと気になる情報があったんで、今日はそれを紹介します。日経新聞の中の東京情報ですね。一つ目はこれです。東京都の予算が出てるんですね。2022年の。能代でも予算編成の時期ですが。で、ここに出てる項目で、デジタル都市へ総力戦ということが書いてます。これが一つ。で、もう一つは、多分今ほとんどの方が、これが最大テーマかなと思いますが、東京都心、警報級大雪かというところです。この二つのテーマを今日は、取り上げていきます。というわけで今回のテーマは、3連休の前日、東京は大雪ということになります。こちらでちょっと今日はお時間を頂戴します。東京の大雪ですけど、新聞記事によるとこんなことになってますね。東京都心警報級大雪かと。今日から明日交通機関の乱れもということで、主な首都高速の交通規制予定情報ですね、こんなものも書かれてまして、こちらも外環道とかそういう郊外の道路同様ですね、中心部の道も結構通行止めになる予定が表示されておりますね。これ高島平とか結構また人が住んでるところだし、この辺の舞浜ですね、ディズニーランド、この辺も通行止めになる可能性があると、こういうことが書かれています。実際現在の天候はどうかということで、外を見てみます。その方が早いですね。当初予報ではもう午前4時ぐらいから雪じゃないかって話もあったんですが、気温が今そこまで下がっておりませんので、雨なんですよ。で、雨が降ったりちょっとみぞれになったりしてました。ただだんだん午後の時間が深まってくると雪が降るって話があったので、もしかしたらちょっと今はどうなのかな。ちょっと外を見てみますね。ちょっと今外見ましたけど、ちょっと細かい雪が降ってますかね。こうやったら見えるかな。ちょっと雪といえば雪だし、
雨というか、雨だし、積もる感じでもないので、ちょっと分かりにくいけど、一応雪は雪ですね。こんな感じの雪が降っているような感じです。外は曇ってますけど、こんな感じで。まあ、雪ですね、雪。微妙に雪ですね。こんな感じの現在天候です。そんなことを言いながら、ちょっと横の方のコーナーに来てみると、これは増上寺ですね。徳川家の増上寺。と言って、ほんの30秒間、時間が経つと、今度は雪止んじゃって雨になってます。ずっと朝から今日はこんな感じです。なので、今のところ、また積雪もありませんので、こういうことで天候が推移していると。なので、まあ、現在の感じとしてはですね、そうですね、まあ、例えば大雪で、JR が止まって、首都圏の交通が麻痺して、帰宅困難者が出るとか、という、そういう感じではないような感じですね。まあ、いつも思いますが、不思議ですよね。当然、雪国では1メーターとかいうことが降っても、生活はなんとか保てるのになぜ東京、首都圏は5センチの雪で大騒ぎするのかというよく出る話です。結局はそのハードウェアの問題で、まあ、雪に対する設備を持っているかどうか、それを運用する体制を作っているかどうかという差です。まあ、これはよく防災と減災でも出てくる話ですが、たまに起きることに関してどれくらい投資するかと、そこをどう見るかということですね、バランスとしては。なので、まあ、年に1度か2度あるかもしれないこういう気候のために重装備をするか、普通はそう考えないので、まあ、その場合は、それなりの、まあ、災害と言いませんけど、それに近いことで、まあ、異例の対応をするということなんだろうと思います。除雪車なんかもそうですもんね。実際これは秋田も同じで、例えば今回能代でもその雪が降って除雪の後排雪ができませんでした。やっぱ特別な予算を組んでプロジェクトチームを作って対応しました。まあ規模は違いますが同じですね。1メーター以上の雪が降ったんで大変だというチームを作るのか、5センチの雪が積もったから大変だとやるか、まあ、結局まあ防災と減災と、ゼロを目指すか、まあ、5% ぐらいのところは妥協するかという、そこはまあ政治の判断になります。多分これは新型コロナに関しても同じですよね。どこを目指すのかと、どこをもって、解決をするかということ、これはまあ科学的なエビデンスを読んでそれを決定する政治の力、これが必要だと思います。まあ、現政権にそういう力があるかどうかということに関しましては、コメントをここではされておきたいと思います。それから東京都に関しては次の話題です。東京都の予算2022の点検というシリーズが始まっているんですけど、この注目すべきはですね、東京都がこのデジタル都市へ総力戦というコンセプトを掲げている点なんですね。つまり東京都の来年度予算においては、この IT 化、デジタル化が中心のテーマになっているんですよ。東京って実は日本国内では一番 IT 化が進んでいると思うんですけど、そこでさえここをテーマと挙げてます。人材育成を含めて、個人も中小企業もそうです。こういった流れは、能代市に振り返ってみた場合どうですかね。本来、能代の方が、こういうテーマを中心に据えるべきですけど、なかなかまあ、トップの、キャラもあるんでしょうけど、こっち行ってませんよね。こういったデジタルトランスフォーメーションとか重要テーマと挙げてます。ここはぜひ注目したい予算の項目です。実際今回の能代市長選挙の候補者のコメントを見ていても、例えば若い落合さんとかは、政策の中にこの IT 化のことを書いてますよね。で、そういうことが結構、大事なんだろうと思います。例えばその IT 化といってもですね、マーケティングに使う、攻める IT というのは結構ハードル高いんですよ。情報化する前の、戦略の部分がいるから。なので、これは結構簡単にはできないだろうと思います。特に地方の場合は。ただ、わかりやすいのは会計とか財務ですよね。これはどこもやってます。で、ここは結構合理化という点では、確実に効果出ます。で、最近流行はやっぱりその、
クラウド会計というか、クラウド会計システムはかなり有効です。省力化、あとミスの防止、あと決算とか財務関係、あと申告への連携等もありますので、相当便利です。ここは結構セミナーとか開いてあげれば分かりやすいなと思ってます。実際今回、例えば新型コロナ関係でも、能代でも事業の継続支援金とか、あと全国版では、正式名称忘れたけど、確か事業復活支援金とか、そういうのありますよね。提出書類見ていても、例えばその申告書の表紙のコピーとは別に、例えば売上元帳とか、月次の推移表とか、そういうものが求められますね。で、これも、もしもクラウド会計とかで、常時こう管理していれば、すぐにポッと、今言って今出るような表なんですよ。ただまあそういうことを普段からやってない場合はですね、やっぱりまあ改めてこの Excel とかで、売上元帳を作ったり、この月次の売上の推移表を作ったりするわけですね。で、当然ミスも出ますよ。で、まあ出してみたらあれが違うとか、これが違うとか、というよく聞く話です。なので、こういったことも含めて、例えばまあ会計システム、あと人事給与とかいうのは導入として分かりやすいので、こういう部分から能代市の方でセミナーとか開いたり、あとまあ公認会計士さんとか税理士さんの関係とこううまく連携したりしたらいいなと私は思ってました。なので、東京でさえ改めてこのデジタル化ということを訴えているわけですので、ましてや能代市の場合は、そこに分かりやすい予算付けをして、分かりやすい支援体制を作ると、そういうことが必要かなと考えました。ということで、今日は、まだ東京におりまして、手元に北新報がないので、北新報と能代というタイトルではありますが、日経新聞と東京ということで、2つのお話をさせていただきました。1つ目は、東京都の予算の中から重点項目としてデジタル化、ここに焦点が立っているという話を1つ。そして、何といっても2月10日は、東京の関心事は雪です。大雪です。秋田県の場合の大雪は1メートル以上、メートル単位の話なんですけど、東京では5センチ積もったら大変ということです。これも結局は装備の違い。それからソフトウェアという点でもね、歩き方。結構見てるとみんな危ないですよ。やっぱりこうかかとから行くので、結構滑ったりしてますよね。やっぱりまあ、子供の頃から雪の上で生活してると、バランス感覚とか、あとこれしたら危ないとかわかりますよね。まあ見てて思いますよね。例えばまあ、一番多いのはポケットに手を入れて歩いてる人、結構います。絶対ありえないじゃないですか。あれ怪我しますよね、明らかに。でもそういうことはやっぱりやってますもんね。まあそれも含めてまあ、地域指定、まあしょうがないんだろうな、とこう思ってます。ということで今日は、この3連休の前日、2月10日、東京は大雪というテーマで、日経新聞見ながらお話しさせていただきました。で、最後に、実は今回の滞在で、今日が唯一雨なんですよ。ずっと晴れてました。なので、能代ではできないことをやっておこうと思って、毎日7キロぐらいの散歩をしてました。で、今いるところは、前回配信で紹介した芝公園にあるザ・プリンス・パークタワー東京という部屋なんですけど、この辺を歩くときはだいたい麻布とか六本木、広尾の方へこう歩くコースと、あとはちょっと逆の方へ行って、お台場、レインボーブリッジを渡ってお台場行って帰ってくるとかいう、そういうコースを選んでました。で、たまたま一昨日は仕事で品川に行ってました。品川駅前。なので、珍しいので、一昨日は天気も良かったので、昼休みをちょっと1時間半ぐらい取って、品川からずっと品川駅の港南口っていう方へ渡って、それで芝浦の方まで歩いて帰ってきました。なので、今日はおとといの散歩の状況ですね。品川から芝浦とか、そっちを回ってきたところ、あとは高輪ゲートウェイ駅なんかもちょっと初めて行ってきました。そんな絵を撮ってみたので、この後ご紹介します。もしよろしければ、散歩してるつもりで見てほしいなと思います。今、品川区の一角をウォーキングしております。ちょっと遅めの昼休みだったので、ちょっとずらしまして、2時半ぐらいからちょっと周りを歩いています。
むしろは当然積雪でなかなか早朝のウォーキングというわけにもいきませんので、こういう機会を使ってちょっと歩いておこうかなと考えております。この辺結構船着き場が多くて、いわゆるその屋形船なんかも結構あるんですよね。ちょっと普段この川の近くまで降りてくることはなかったので、今まで気がつきませんでした。午前中ちょっと雲も出ていましたが、午後からはまた青空になりました。若干昨日までとは変わって少し雲もありますが、でもいい天気です。なんかこの10日11日あたりは都内で雪が積もるというのは結構大騒ぎしてて、ね、また10センチとかの降雪が予想されていて、皆さん車の運転をやめましょうなんて放送もしてますが、今回は車で来てますんで、いっそのこと雪が積もったら渋谷のスクランブルとか銀座あたりを秋田ナンバーのスタッドレスで走ってみようかななんても考えております。もっともまあ周辺に危険な車が多いので、もらい事故はちょっとやばいので、そこはもう3密を守って離れていこうかなと思っています。やっと4キロ歩きましたので、あと同じぐらいに歩いてみようかなと思っております。午後からは晴れた都内品川区でした。何も考えずに川沿いの道をずっと歩いてきたら、結構しちゃいましたね。結局さっきの撮影ポイントから2キロぐらい来ちゃって、なんと下側からこの芝浦まで来ちゃいましたね。こんな道があるとは知りませんでしたね。結構直進というかこの直線道路って怖いですね。なんかどん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 来ちゃって、さっどうやって戻るか。まあいい天気だから少しまたどっか迷い込んでみようと思います。結局ずっと歩いてる人にエレベーターここがやってまいりました。見慣れた風景に到着でやっております。では左曲がって下の方向に行こうかなという感じです。品川駅方向に戻る途中、高輪ゲートウェイ駅をつけました。ここ工事中にはよく周辺をランニングしてましたが、開業してから初めて来ました。ちょっと中を撮ってみようかなと思ってますので、高輪ゲートウェイ駅に行ってみます。高輪ゲートウェイ駅は正面改札に行きましたが、これ一時話題になりましたので、なぜこの駅名の表記が備長炭なんだろうと話してましたけど、今も変わらず備長炭です。完成してから初めて来ました。それにしてもこれ駅だけあるんですよ。周りは全部工事中です。駅しかありません。ちょうど能代高校に入るときに、ちょうど新しくできてすぐ入学したんですよね、能代高校。なので当時は田んぼの中にポツンとありましたんで、田んぼの中の一軒家が能代高校でした。学校しかないという状況でした。それと同じですねこれ。本当に高輪ゲートウェイ駅しかありません。JR 品川駅前です。品川駅前というと高輪口の名物はこれです。一員を育てる秋田米、この看板は有名ですね。ここは以前から秋田米の宣伝ですので、今力を入れている咲き誇れとか秋田こまちとか、そういったブランド名は書いてないですね。この秋田米という宣伝を見ると品川駅前という感じがします。ちなみにこちらでは、秋田県の食品スーパーで絶対に買うという味道楽大きいやつですね、あれも入手できます。
佐賀で1200円ぐらいします。それでも皆さん買ってきます。それから秋田県内ではもう買えませんけど、先ほどこれもうあと秋田県内ではもう入手できないんですけど、なかなか先ほどこれもう2キロ版ですね、これ売ってました、1300円ぐらいですけど、ここなら先ほどこれを買います。とりあえず今回は車で来てますので2袋ぐらいゲットして帰る、そんな感じになっております。ここまで先日の散歩で撮ってきた風景を見ていただきました。以上、今日はまた異例ではありますが3連休の前日、東京は大雪というテーマでお時間を頂戴しました。次回は能代から北陸新報を見ながら気になる情報を紹介してみたいなとこう思っております。いつもありがとうございます。佐藤でした。